こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本が少ない防衛費でここまで防衛力を高めることができているのは、独自の技術とアメリカとの同盟に他ならない。独自の技術と海外の技術を組み合わせ磨き上げる技術に長けているのも、日本人が持つ独特のものだろう。追求型というか、もっともっとと研究してしまうところだ。これくらいでいいだろうという技術開発はしていない。長く使えて壊れない、そんな技術を作り出している。潜水艦黒潮にしても、未だ中国潜水艦が探せなかったのも日本が誇れる技術となるだろう。それでは気になる記事を見つけたので紹介しよう。米国が見た日本軍事力だ。日本の軍事力をどのように評価するかという点については、当の日本国内でも様々な見方が存在し、これに警鐘を鳴らす勢力がある一方で、まだまだ不足だと訴える声もある。こうした中、日本の軍事力について海外では実際にどのように捉えられているのかが気になるという方も多いのではないだろうか。何かと日本の行為を軍国主義的だと非難するだけのアジアの隣国と異なり、かつては感化を交えたものの、今や同盟国となったアメリカからの声を取り上げてみたい。まずはアメリカ陸軍式幕僚大学 CGSC で教鞭を取るジョン・T・キューン教授は、自衛隊の召喚や装備は世界的に見ても極めて高い水準にあると評している。ことにジョン・ T ・キューン教授は、海上自衛隊は世界でも5本の指に入る戦力を有するとしており、しかもこの戦力を極めて高い費用対効果で実現していると指摘している。この指摘に頷ける部分としては、すでに数量的には中国海軍の台頭によって劣勢に立たされている格好の日本が、未だ優位を保っていると目されている潜水艦の技術が挙げられるだろう。これは、そう、流型の攻撃型潜水艦などの補完としての能力の高さと、逆に中国海軍の潜水艦を封じ込める対潜哨戒能力の攻守両面にわたって実感できる部分ではなかろうか。最新型の、そう、流型12番艦、東流でも建造費は、約690億円ほどであり、10番艦までの鉛蓄電池からリチウムイオン電池に、切り替えで高騰しているとはいえ、まだ比較的に廉価だと思えるからだ。お隣の韓国の最新型の潜水艦が、同じ通常動力型としてサイズもほぼ似たような艦容でありながらも、建造費は1000億円以上と報じられていることと比較しても、これは明らかだろう。また米海軍協会 USNI ニュースへの寄稿を行っているカイル溝上氏は、日本とアメリカとの関係はイギリスのそれよりも近いとする趣旨の見解を表明している。その上で、カイル溝上氏は、今日の日本の防衛とはアメリカとの強固な同盟関係に基づくものであるとし、日米安保条約以降の近年の同盟関係の強化をその主要因と見ている模様だ。現在、日本の政権は憲法の改正で自衛隊の位置づけを改める方向性だとも見られているが、一部のアメリカからの意見では、まさに専守防衛の姿勢が、
日本の軍事力を高めたとの説も出ているという。これは、第二次世界大戦後の日本は、専守防衛を旨とし、いわゆる攻撃型の戦力保有を制限してきたからこそ、軍事力の向上に邁進できたのではないかと逆説的に指摘する意見だ。ただ、個人的には、この指摘には、いささか疑義を唱えざるを得ないと、感じるのが正直なところで、防御用の兵器だけに注力してきたから軍事力が、向上したというのは理屈に合わないと思える。現状、中国海軍に対する日本の切り札的存在が潜水艦であることは議論を待たない点だとは思えるが、これにも攻撃用の兵装である魚雷が伴わなければ意味をなさないからだ。もし仮に中国海軍が日本と同じような潜水艦を試行するとするならば、自らは潜んでいるだけで攻撃してこないのだから、そもそも対処する必要すらないと言えるだろう。さらに、アメリカ海軍の中心戦力である大型原子力空母を、中核とした空母打撃群の攻撃力は絶大だが、多くの国がこれを持たないのは、運用する予算や技術を保有していないためだ。こうした点から考えれば、憲法の制約がむしろ強力な戦力を日本に保有させたという指摘は、決して理にかなうものではないと言わざるを得ないだろう。また、一方で前述のジョン・T・キューン教授は、日本企業の技術習得の潜在能力の高さを評して、例えば、F-35 ライトニング2などの戦闘機を進化させる可能性を示唆している。これなども日本の技術力に対する評価には感謝したいが、すでに戦闘機開発が一国では費用的に難しい点や、純国産戦闘機開発のノウハウを持ち得ない現状からは過大評価とも映る。アメリカ軍が強力な兵器を開発、保有できているのは費用的な問題はもちろん、世界各地での実戦経験によるノウハウの蓄積が非常に大きなウェイトを占めるのではないだろうか。特に近代兵器には各種の電子機器類の連携が不可欠となっているが、こうした分野において日本が優位性を発揮することは現状では非常に困難だというのが実情だろう。AI を搭載した無人兵器が航空機や潜水艦の分野にも現れてきている現状からは、決して日本の軍事力に楽観視は禁物だと考える方が無難だろう。イージス護衛艦やイージスアショアの配備による北朝鮮の弾道ミサイル等の兵器に対する防衛も重要だが、あらゆる種類のミサイルに対する迎撃システムの構築が急務だと思われる。日本の潜水艦群の守りを飽和攻撃で破られる可能性も高まる中で、有効な抑止力の増強に警戒を怠ることは許されないだろう。